おはようございます。シロス大好きアワーバズっていくの第57回目を迎えました。第56回目のゲスト、九州交響楽団トランペット奏者の小野元明宏さんのご紹介で、広島ウィンドオーケストラ首席トランペット奏者の広島明子さんと対談させていただきます。ね、こう広島つながりという形で、また、女性のトランペット奏者であります、広島さんと対談させていただきます。もう、それこそ10年ぐらいはお会いできてなかったりするんですけれども、この吹奏楽というところ、女性奏者というところ、どういう話が伺えるのかなというのから楽しみにしております。それでは、行きましょう。おはようございます。おはようございます。お無沙汰しております。お無沙汰しております。はい、この度はご出演本当にありがとうございます。こちらこそ出演させていただけてとっても光栄です。ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。それでは、シロス大好きアワーバズっていいとも第57回目のゲストは、広島ウィンドオーケストラ首席トランペット奏者の西間明子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いやーね、本当にね、10年ぐらいお会いしておりませんが、はい、一方的に見かけしておりましたが、でもお変わりないようで、はい、とりあえずは行っております。はい、はい、こんな形でお話できるのがとても嬉しいです。それでは早速ですけれども、はい、それではもう早速ですが、トランペットを始めた年齢ときっかけっていうのを教えていただけますでしょうか。はい、始めたのはですね、小学校3年生の秋から始めました。はい。はい。結構早めだなと思うんですけれども、その秋っていうのもまた特殊だなと思うんですけど、やっぱ秋子だからですかね。そうかもしれないですね。秋にちなんで秋に入部してみました。じゃあなぜそのタイミングだったんでしょうかね。なんか私のその行っていた小学校がもともとその3年生の秋から入部できるっていう規則だったので、それで中途半端に秋っていうことでした。それはなぜなのかは、謎は解けてるんですか？わからないですね。その時も別に何も不思議とは思わず、秋入部だと思って入りました。はい。で、その秋に入られて、もういきなりトランペットっていう形だったんですか？いやいや、ですね、うちの小学校ちょっと変わっておりまして、入部をしたら、みんな一番最初にトランペットをみんなやることになっていて、でそれでトランペットのマウスピンスを2ヶ月ぐらいずっと吹いて、でその後2人で1台ぐらいでトランペットを持って音を出し始めて、で4年生に変わるタイミングで楽器が決まっていくっていう流れになっておりました。それは、その4年生に上がるタイミングで、何かこう、君は向いてないとか、その、これに行けみたいな、そこはどういう選抜になるんですかね。まあ、一応、まあ、希望は取られて、で、あとは一通りみんな吹いてみて、まあ、その中で向き不向きも含めて決まっていくっていう感じなんですが、まあトランペットはみんな一番最初にやってしまうので、まあ人気は下がりますよね。飽きちゃうので。で、まあ、それで、はい、私は、じゃんけんに負けて、最終的にトランペットになってしまったっていう感じです。なんか、希望はあったんですか？まあ、希望はやっぱりフルートがやりたくって。だけどフルートはもう一切音が出なくて木管が全滅だったんですね。まあそれで、まあ仕方なくトランペットになったっていう感じです。
なるほど。すみません、もう一つちょっと聞き忘れたんですけれども、はい、まあ、その秋に入ろうと思った、こう、なんか、出来事かなんかはあったんですか？あ、入部しようと思ったきっかけは、私は、小さい頃、ものすごく体が弱くって、まあ、喘息も持っていて、まあ、幼稚園も小学校も割と休みがちだったんですよね。まあ、それでお医者さんからも、まあ、心肺機能を鍛えるのに、水泳をやりなさいと言われたのですが、まあ、1ヶ月も続かず。で、それで、まあ、運動はことごとく全部、すぐ、やめてしまって、まあ、唯一、まあ、ピアノをずっと習っていたので、まあ、音楽だったら、まあ、飽きずにできるし、割と好きだし、っていう理由で、運動はできないから、まあ、吹奏楽部に入ってみようっていう気持ちがあって入部しました。なるほど。そして、結局負けに負けてトランペットになったわけですけれども、まあ、そこからここは今からこう、まあ、広島運動に入るまでのお話をお伺いしたいんですけれども、まあ、その後この負けてトランペットになって小学校どんなことをやったのか、どんな思い出があるのか、それから中学校、高校、そしてまあ大学と、その、まあ、音楽を目指していくまでの過程とかをお伺いしたいなと思うんですけれども、思い出話とともにドンとお聞かせいただけますでしょうか。はい。まあ、そのまま小学校6年生まで、まあ、ずっとトランペットだったんですが、まあ、割と小学校も、部活を、まあ、クラブですかね、しっかりやる学校だったので、まあ、夏にコンクールに出場して、まあ、あとは、冬にあった、その中国地方の大会に出場してって、まあ、割といろんな大会に出ながら、6年生までやって、で、それで中学校に上がるんですが、まあ、中学校に入ったタイミングで、まあ、今度こそトランペットじゃない楽器に、なろうと思って先生に言ってみたのですが、まあやっぱり経験者だからっていうことでトランペット以外にさせてもらえず、そのまま中学校も3年間またずるずるとトランペットをやり続けてっていう感じですね。で、その後、まあ高校に進学するんですが、まあ、高校は、ですね、吹奏楽の強い高校に行きたかったんですね。中学校も割とこう、支部大会に出れるぐらいの割と熱心にやってた学校なので、中学校から高校もって思ってたんですが、まあ、吹奏楽の強い学校が、まあ、ちょっと私の頭の能力的に少々足りないということだったので、まあ、滑り止め、まあ一応考えときなと先生に言われて、で考えた結果、うちから多分徒歩3分で行けれる滑り止めの高校があるんですが、まあそこにどうしても行きたくなくて、で、それで下関に、まあ音楽科のある高校があったので、まあそこを滑り止めにしたいと先生に相談してみたところ、まあそんな中途半端なことをするぐらいだったら、まあ広島にこういう音楽高校があるから行ってみなよって言われて、まあ推薦してあげるしって言われたので、まあじゃあ勉強しなくていいんだったらじゃあもうそれにしますって言って、高校もそんなノリで決めました。その高校がその前回ご紹介いただいた小野本さんと同じ高校ってことなんですね。そうです。はい。広島音楽高等学校って言って、まあ珍しい学校なんです。まあ3年間自由にのみのみ過ごさせていただきました。その高校の時、まあ音楽高校なので、まあみんな普通に音大に向けて準備をしていくんですが、まあ私もどっか音大受けようと思って準備をしていたんですけれど、まあ、もともと、ですね、どっか国公立の音大か、名古屋の音大が、名古屋音大と
名古屋芸術大学があって、まあ、名古屋音大の方は白石先生と一緒に東京で吹いていらっしゃってて、北川先生がいらっしゃるっていうことで、まあ、ちょっと興味があったのと、名古屋芸術大学の方は、上島さんと松崎さんの母校になるじゃないですか。で、それでそれを聞いていたので、ちょっと行ってみたいなっていうのがあったので、まあ、そこと国公立って進路をなんとなく決めてやってたんですけれども、ふっとしたときに、まあ、白石先生に、ちょっと広大受けてみないって言われまして、まあ、その当時、白石先生が非常勤講師で広大に教えに行かれていたのと、まあ、一応推薦の枠が一つだけあるよ、ということだったので、で、今までその音高から広大、まあちょっと学力的にどうしても足りないので、推薦で受けても、まあ10年間ぐらい通った人がいなかったので、まあどうせ打てるし、受けるだけ受けたらみたいなノリで、勧められて受けたんです、広大を。そしたら、なぜか通ってしまったっていう、こんな感じで大学も、なんか軽いノリで決まってしまいました。なるほど。広島大学というと、僕の兄も広島大学なので。あ、そうなんですか。先輩後輩になりますね。学部はお兄様はどちらだったんですか？兄は医学部というところに行ってましたね。じゃあ、あっちの広島市の方の、偉い方の。また違うんですか？キャンパスが違うんですかね？そうなんです。私が行った教育学部はですね、東広島市っていうところにある西条キャンパスという、その当時、何にもないところで、映画館も、うん、娯楽施設が とりあえずなくてですね、田舎にある学校でした。田舎です。はい。まあ、はい、それで大学に無事に入られまして。はい。まあ、大学、まあ、入りまして、まあ、4年間、今までにないぐらい勉強をしました。はい。もう高校3年間っていうのがもう音大のちょっと先取りみたいな感じで、うん、まあレッスンっていう高校の時は授業があって、そのレッスンが自分が主科のレッスンも副科のレッスンもなければ、そのレッスンっていう時間はもう空き時間になっていたので、まあ好きに過ごせたんですよね。練習してもいいし、遊んでもいいし、帰ってもいいし、うん、何してもいい時間だったので、それが大学に入るといきなり、一時間目から夜の6時半までフルコマで授業を詰められ、で、出会う人も、まあ皆さん頭がいい人ばっかりなので、なんか今まで会ったことのない人種の人たちと会話がなかなか成り立たないっていうその状況で4年間過ごしまして、で、卒業するときも、まあ単位が足りないということで、卒業できませんって言われたんですが、まあ、タイミングよく、私が行っていた教育学部が、もともと小学校の教員課程の学部と別だったのが、私の一個下の学年から、その教育学部と小学校教員課程の学部が一緒になることになったので、統合しますということで、カリキュラムが変わってしまったんですね。で、それで旧カリキュラムの教育学部の人がいたら、まあ、いろいろめんどくさいので、まあ、卒業、させてあげるよって言われて、レポートを2本書いて、卒業を無理やりさせていただきました。本当になんとかでしたね。面白い話が続きますね、なかなか。でもちゃんと論文も書いたんですよ。うんうん、論文も同じ学部の音楽家の友達にみんなに手伝ってもらって、あと締め切り1時間前よって言いながら、なんとか完成させて提出をしました。素晴らしい。で、その後、まあ、なんとか無事に卒業をして、で、その後はもうすぐ、まあ、教員になるつもりも全くなかったので、
まあ、フリーでやろうと思って、フリーでもうスタートして、で、2004年に、まあ、それまで、広島ウィンドさんにはエキストラで行っていたんですけれども、まあ、そのつながりでオーディション受けてみないって言われて、受けて、で、2004年の1月に入団しました。なるほど。2004年ってことはもう17年。はい、いますね。はい。なかなか面白いたどり着き方しましたね。まあ、まだまだいっぱい掘り起こせば、そういうネタはあるのですが、とりあえず大まかなネタです。あ、なんか気になることを今、おっしゃってましたが、掘り起こしましょう、ぜひ。まあ、大学入学試験の時もちょっと一波乱ありましてですね。ぜひぜひお願いします。まあ、推薦で受けたんですが、最初課題曲というものがありまして、で、課題曲をさらっていたんですね。調子の良い鍵屋。うんうんあれバリエーションになってるじゃないですか。で、何を思ったのか、入試はバリエーションにまでだと思っていて、全部やるとも思ってなく、しかもアンプだったのも全然読んでなくて、結構直前にそれを知りましてですね、入試の直前に。で、その入試の後に卒業試験も控えていたり、で、入試の直前に、コンクールを受けて、そのコンクールで入賞したので、その、入賞者の、記念コンサートっていうのがあって、まあ、全部違う曲をさらっていたんですよね。でも、てんやわんや自分の中でなって、まあ、入試要項をちゃんと読んでおらず。で、慌てて、それを知って、アンプを最後までして、まあ、入試に行ったんですが、まあ、やっぱり、間違えますよね。バリエーションがもう後半分からなくなって、自分で半分自作して、バリエーションを吹きまして。自作して。自作しました。で、もうこれは絶対落ちたなと思って、まあ、合格発表も見に行かず。うん、で、その日も、合格発表の日も、高校の寮生だったので、寮で、まあ、みんなとご飯を一緒に食べてたんですね。そしたら、両宛に電話がかかってきて、で、呼び出されて電話に出たら、まあ、受かりましたよっていう連絡だったんですよね。で、その人に、嘘ですよねっていうことを尋ねたら、いや、本当ですっていう、その押し問答をしばらくして、で、まあ、本当にどうやら合格したみたいだったので、で、まあ、音校では10年ぶりの色大生誕生ということで、学校を挙げてみんなでお祝いしてもらいました。でも、本人は合格発表見に行ってないというね。そうですね。見にも行ってもないですし。まあ、四半期の合格発表でした。いやいいですね。うん、いい番組になってきましたね。まだまだ行きましょうか。まだまだ、はい、でもまあ大まかなのはこんな感じです。こんな感じなんですね。こんな感じですね。はい、ありがとうございます。はい、では無事広島ウィンドにたどり着いたところでですね、まあここで皆さんにもこう、まあ、手応えのあった演奏という聞き方をしておりますが、こう思い出深い演奏なんかこう伺ったりできますでしょうか。思い出深いといえば、ですね、まあ私の師匠と、まあ、初めてオーケストラで一緒に仕事をした時がやっぱり一番思い出はまず最初に残ってますね。まあもともと都教の首席ということでオーケストラプレイヤーだったので、やっぱり現場で一緒に吹いて学べるっていうことがやっぱりすごく自分にとって大きなことだったので、まあ、先生のソロとかはよく聞くことはあったんですけど、
お背中で一緒に吹くっていうのはやっぱり全然こう思い入れが違いましたね。で、この一緒にオーケストラで吹いたっていうのがまた後々ちょっとオチになるのかわかんないんですけどありまして、まあ広京さんに呼んでいただいて、まあ先生と一緒に吹けたんですけれども、その公演というのがですね、これは放送してもいいのかわかんないんですけど、ダメだったらカットしてください。はい。その公演が、田村郷地守さんと覚えてますか？はいはいはい。覚えてます。あの方の、はい、交響曲1番を初演奏をするっていう演奏会だったんですよね。それで、ね、初めて一緒になったんですけれども、まあ、その後、あんな事件があって、まあ、ワイドショーでずっと流れてたじゃないですか、その当時。で、ワイドショーで流れるたんびにその映像がテレビで流れて、ああって思いながら、あれを見たのもいい思い出です、今となっては。いや、全然カットしなくて大丈夫だと思いますよ。皆さんが知ってる事件ですからね。大丈夫ですか？大丈夫ですよ。元気してますかね、サムラゴーさん。ね、あの方も広島出身で。あ、そうですよね。で、その時、まあ、広島でサムラゴーチ、マムラさんの曲を、まあ、やることが、まあ、それがきっかけで増えて、まあ、広島ウィンドでも、吹奏楽のことを書かれていたので、定期演奏会でやって、ご本人も、ゲストで来られて、やったんですが、あれもなんか幻のようになってしまいました。そうですね。まあ、ね、その演奏会、まあ、僕も何度かやってますんで、思い出話をしようと思えばあるんですけども、やめておきますね。はい。他にも何かございますか？思い出、あ、その、あ、そうか、うん。他にもございますか？あとはですね、こっちは、ウィンドの方になるんですけれども、ウィンドで、アンドレ・プレビンさん、指揮者でもある、アンドレ・プレビンさんが作られた、新作の曲をやったんですね。ウィンドオーケストラのための、なんだったっけ、ウィンドオーケストラのための、なんか、組曲、音楽、ちょっと忘れちゃったんですけど、題名。で、それが珍しい編成で、オーケストラの、弦楽器がいない管楽器の編成で作られていて、だから吹奏楽としてはとても、まあ、小さい編成になってしまいますよね。2管とかの編成になってくるので。で、その編成で作られていて、で、その曲の一番最後がトランペットでいうハイテイ、ピアニッシモ、ミュート、っていう、しかも大声と一緒に伸ばして終わるっていう、とっても嫌な終わり方で、それまで散々高い音で吹き続け、で、ガチャ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 やって、終わりがそうシーンと終わる場面で、どうしてもその回声がなかなかこう、ピアニッシモで音程もなかなかうまくはまらず大声と、ね、ちょっと苦労してたんですけど、本番の時だけ髪がかったようにすごい綺麗に、かまって、あれはなんかすごくやりきった感はありました。いやー、聞いてるだけで素晴らしかったです。うん、本当にもう、あそこが一番自分のピークだったんじゃないかと思うくらい、綺麗にはまったので、もう二度とできないです、あれは。いやいや、素晴らしいですね。いいお話を伺いました。はい。それではですね、まあ、演奏してるときに、考えてることだったり、大事にしてることっていうのもお伺いしてよろしいでしょうか？演奏してるときですよね。はい。してるときに、はい。まあ、月並みですが、よく聞くということですね。まあ、今ちょうどウィンドのリハーサル中なんですが、今日のリハーサルでも散々そのことについて、いろいろこう、下野さんからも言われ続
やっていた。なんか吹奏楽ってやっぱり音数がものすごく多いんで、まあ、その中でやっぱり自分がどういう役割をしてるのかって瞬時に何とか察知しようとは思っているのですが、なかなかどうしてもこううまくいかない時もどうしても出てくるんですけど、まあできる限りその多い音数の中で自分の役割を果たせたらなっていうのはいつも考えています。で、あとはその中で、まあ集中を何とか切らさないように最後まで続けるっていうことはいつも意識をしております。ありがとうございます。うん、大事なことですね。はい。それでは、ルーティーンの方もお伺いしてよろしいでしょうか。ありますでしょうか、何か。このルーティーンかどうかはちょっとわからないんですが、はい、まあ、私いつも練習するときに、まあ、マウスピースで吹くときも、楽器で吹くときも、なんかいつも F の音から始めるっていう、なんか自分の中で一番出しやすい音なので、始めて、で、楽器つけたときはそこからずっとピアノの音量で、ずっと様子を見ながら伸ばしていくと、なんとなくその日の自分の調子がわかるので、なんかピアノでうまくこう長く伸ばせないときは、あ、なんかちょっと今日、息のバランスと、なんか振動するバランスが悪いなとか、なんかそういう目安にはしております。完全にルーティーンですね。ルーティンですかね。で、あとは演奏会前にバナナを食べるっていうのも必ず自分の中のルーティンになっております。なるほど。何本ですか。とりあえず1本ですが、まあ、だからいつも食べてるので、私といえばバナナっていうイメージがあるみたいです。なるほど、なるほど、うん、また食べてるねってよく言われます。もうルーティンですからね、それはね。はい、ありがとうございます。それではですね、こう、好きなオーケストラ作品、吹奏楽作品、こう、みんなで演奏するもので、こう好きなもの、うん、作曲家っていうのは何かございますでしょうか。オーケストラだったら、ベートーベンとバッハが好きなんですね。で、ベートーベンの特にあの、大工が好きで、あの、歓喜の歌に入る、あの、瞬間が一番好きなんですよね。入ってからもいいなと思うんですけど、本当にあの、入った時のあの、なんとも言えない、こう、気持ちがとっても好きで、なんかこう、音楽ってどうしてもなんか元々がこう、祈りから来てるものが多かったりするじゃないですか。だからその、願いだったり、祈りだったり、なんかそういうところから、まあ気持ちが高揚して、願いが叶ったよとか、なんかそういう時に、こう、バッと、音楽が盛り上がったりする瞬間がいつもいいなって思います。バッハも同様で、それで好きです。で、吹奏楽がやっぱりいつもメインなので、吹奏楽は、ですね、アルメニアンダンスが好きです。いいですね。ここで大工とアルメニアンダンスが並ぶっていうのはいいことですね。アルメニアンダンスを吹奏楽の大工にするっていうね、名言もありますしね。あ、そうですね。うんうん、で、そのアルメニアンダンスは、いつも広島ウィンドでやるときは、必ずパート1、パート2をセットでやるっていうふうに決めていて、で、そのセットにして一つのシンフォニーっていう形でいつも演奏をしております。素晴らしいですね。まあでもそうですね、4楽章になってますしね。まあ、うん、そうなんですね。ね。僕あのホルストの1組と2組をセットにされたことがありましたけどね。ウィンドでもやりました。しかもそのまま一応終わって2続けてやった感じだったんですよ。え、続けてやるんですか。なんかもういろいろカオスで、うん、そうなんですよね。なんだと思いながらやってましたね。はい。はい、ね、はい、ありがとうございます。それでは少しこう絞りまして、トランペットのソロの作品だったり室内楽の作品でこれが好きだなみたいなのはございますでしょうか。
ソロの曲だったら、ベーメの、やっぱりコンチェルトが一番大好きです。特に一楽章が。あ、一楽章。うん、はい。にも好きですね。そうですね。はい。好きですもんね。そう、サンさんも嫌いではないんですが、一が一番好きです。ね。情熱的ですね。いいですね。ありがとうございます。他にも出てきますか？何か。あと、室内楽だったらエワルド、あのシリーズ全部好きですね。うん。いいとこつきますね。ああいう、なんかちょっと、土臭い感じもある音楽とか結構好きなので。うん、あれをいつか最初から全部、一つの演奏会の中でやってはみたいんですが、まあ、なかなかそんな無謀なことはできないので、野望だけに留めておきます。いや、やりましょう。うん。シロズさんが先にやってください。一曲で十分ですからね、ワールドはね。なかなかになりますよね。うん。特に4番は一曲で十分かなと思うので、他はなんとかならんな。確かに4番だいぶお腹いっぱいですね。4番だいぶお腹いっぱい、口パンパンですね。うん、はい。ありがとうございます。とても素敵な作品が。でもあれですね、結構ロシアって感じですね。そうですね。もともとトランペッターも属してるとか好きなので。なるほど、なるほど。ちょっと一個話が戻っても大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。なんかこう、最初の方の話を聞いてると、割といやいやトランペットやってるじゃないですか。だいぶ戻りましたね。いつくらいからそのトランペットを好きになったんですかね。腹をくくったのは。腹をくくった。高校にやっぱり入る前ですね。もうそこでもう、トランペットで受験するって決めてしまったら、もうそこで割と人生が決まってくるじゃないですか。なるほど、なるほど。そこでもうトランペットでやっていこうって腹をくくりました。なるほど。中3で腹をくくったわけですね。そうです、はい。じゃあ、好きになったとかはタイミングはあるんですか？好きになった。なんかトランペットが好きかどうかはちょっとわかんないんですけど、まあ私小学生の頃から、なんかずっと、ちびちび地味に練習するのだけはすごく好きだったんですよね。だから、それが苦じゃなかったので、別に何の楽器でも良かったんだと思います。なるほどね、うん。で、まあ、好きだったのかもしれないけど、好きっていうのを口にあまり出さないタイプですね。なんですね。なんかこの、あと消去法っていう自分の中での、あったので、勉強も嫌い、運動も嫌い。もうじゃあ何ができるかって考えたときにもうトランペットしか残ってなかったっていう選択もなきにしもあらずなので。うん。でもそれでトランペットができた方がすごいかなっていう気もしますけどもね。私は勉強も運動もちょっと、運動はもう本当にスポーツテストとかしてもなんかもう、なんだ、測定外になるぐらいの運動音痴なので、もう本当に壊滅的に何もできません。なるほど。じゃあ、どっかであれですね、トランペット界のスポーツテストみたいなのみんなでやりましょうかね。もう、ドベの自信があります。はい、すいません、話が逸れてしまいましたけれども、それでは基礎練習の方もちょっとお伺いしたいなと思うのですが、基礎練習をするときに大事にしていること、考えてらっしゃることっていうのはどんな感じでしょうか？基礎練習で自分の中で一番大事にしてるのが、歌を歌うときと同じ体の使い方、息の使い方で音を出すっていうことを自分の中で一番大事にしていて、で、なるべく歌ってるときと、まあ、同じ風に音を出せたら、なんかこう、もっと声のような音を出したいなって、まあ、ずっとは思ってやってるんですが、まあ、なかなか難しいんですが、うん、そうやって
歌の人を見て参考にしたりしながら何とかやってはおります。うん、なるほど、なるほど。はい。ありがとうございます。それではですね、そのまんまですね、そのまあおすすめの教則本なんかをご紹介いただきたいのですが。はい。月並みのものをいくつか用意いたしました。はい。で、まず一つが、ハーバーです。ね、いいですね。製本ありですね。はい、ありです。はい。ちょっとガムテープにつけていたのはちょっと恥ずかしいので、製本テープに変えました。え、この日のためにですか？そうですね。ありがとうございます。ちょっと恥ずかしかったので。はい、ありがとうございます。アーバンですね。で、次が、そのアンブシャービルダー。あ、はい。アンブシャービルダーですね。これも結構好きで。はい。まあ、割とその日の調子のバロメーターになっております。で、あとは、はい、お、大分解。ありがとうございます。あるあるのなしなしですね。あ、CD が、CD 綺麗に撮ってますね。そうですね。これだけはなくさないように頑張ってます。はい。ゴールデン。はい、製本してください。頑張ります。はい。で、あとは、私がオランダで勉強していた時の先生の、フリッツ・ダムローさんの教則本です。はい。初登場ですね。本当ですか？はい。で、あと、ラスト、これです。コンコーネ。はい、コンコーネです。はい。これも CD がついてたはずなのですが、これはどっかに行きました。ね。でも、これはよく使ってます。はい。結構、今となってはその CD 貴重ですけどね。そうなんです。多分、家のどっかにはあると思うので、発掘したいと思います。今もう CD ついてなくてね、MP3 でダウンロードしてくれみたいな感じ。あ、そうなんですか。うん、まあ、だから、ダウンロードはできますよ、多分。ダウンロードしとくな。っていうよりそっちの方が早そうです。あ、確かにそうですね。見つけるよりかはね、早いですね。ありがとうございます。こうせっかくダムローさんの初めて出てきましたので、何かこう、使い方のおすすめなんかはございますか？この教則本が出たのが私が留学からもう帰ってからになってまして、まあその当時習ったことをなんとなくイメージしながら、まあ今使ってるっていう感じですね。なるほど。ありがとうございます。せっかくですので、そのオランダのお話を伺いたいですね。でも、オランダに行ったって、まあ1年ぐらいしか入れなかったんですけど、うん、まあそのオランダに行くに留学するって決めて、で、まあ、実はそのウィンドに入団する前に決めたんですよね、留学することを。で、それで決めて、で、2005年に実家に帰って、とりあえず留学資金を貯めようと思って、1年間で留学資金を貯めて、で、それで2006年に留学をしたんですね。まあ、その資金がある間だけっていう、まあ、勤務。自分で決めて。で、まあ、オランダに行ってから、まあ、本当はレッスンだけ受けたかったんですが、まあ、ビザの関係で、絶対に学校に入らないといけないっていうことになって、まあ、それだったら、まあ、一応、アムステルダム音楽院の一応入試も受けて、別に卒業資格はいらないので、まあ、それだとビザも取れるし、先生のレッスンとか、まあ、他の授業も取れるからっていうことで、まあ、それで1年間、その卒業資格は無視して、そのアムステルダム音楽院で一応、レッスンと、またバロックトランペットと、ちょっとしたオーケストラの授業とかを受けていました。そのオランダに決めた、ダムロー先生に決めたきっかけとかっていうのはどんな感じなんですかね？そうですね。シンフォニア岩国、山口県にある。
で、そこに、コンセルトヘボーが演奏会でするのに来て来日していて、で、そこで英雄の生涯をやっていて、うん、それを聞いて、もうこの先生しかいないと思って、そのまま申し込みまして、うん、で、それがきっかけで留学することになりました。はぁ、すごいですね。で、オランダでは1年間？はい、1年ってもう、決めてたので、1年間でみっちり教えていただきました。いや、素敵な先生ですよね。はい、とっても素敵な先生なんですが、なんか先生から言われた一言で、なんかずっと忘れられないのが、まあ、私の演奏を聞いて、少し考えて、アキコって日本人っぽくないよねって。言われて、演奏が日本人っぽくないと言われ、で、じゃあ何人ですかって聞いたら、ハンガリアって言われたのが、すごい、びっくりというか衝撃でした。うん。日本人って何なんだろうってちょっとその時に思ったんですが。まあ、ね、そのダムロさんの日本人のイメージはちょっとよくわからないですけれども、でも嬉しい言葉だなと思いますよね。うん。嬉しいですかね。うん、嬉しいと思いますよ。うん、ちょっと不思議な一言をいただきました。うん、ハンガリアンっていうのもまた面白いなと思いますね。そうなんです。なんか民族っぽかったんでしょうね。うん。いや、いい言葉ですね。素晴らしい経験をされましたね。ダムローさん、本当素敵な方。僕も一度だけお会いしましたね。うん、お会いしたというか、一緒に演奏しましたね。羨ましいです。それがとっても。本当、でもすごいありがたい経験を。僕もでも、それから結構、そのコンセルトヘボーだったり、ダムロさんのアンサンブル、ソロの CD 聴いてっていうのを、しばらくルーティンにしてましたね。いやー、そんな方に。つけてたのが羨ましいなと思います。すいません、話がそれましたが、すいません、今になってオランダの話を聞きまして申し訳なかったですけれども。私もコンセルトヘボをものすごく生で聞けたので、その時の経験はすごく大きかったと思います。あ、そうですね。向こう1年行ってる間もうずっと演奏会聞けたということですよね。そうですね。学校のすぐ近くにあったので、コンセルトヘボが。なので、授業の一環で聞きに行ったりもしました。あのホールまたいいですよね。あの後ろの席とか、そうなんです。チケットもいつも先生が準備してくださってたので、スペシャルシートでした、いつも。はい、ありがとうございます。それではですね、三島さんの音が聞ける CD だったり動画だったりっていうのを何かご宣伝いただけますでしょうか。はい、基本は広島ウィンドウから出てるものになるんですが、一つ、これですね。これ見えますかね。はい、見えます。はい、下野さんが就任された時の就任記念コンサートの時の CD なんですけれども、はい、で、まあ、この CD が、ですね、その年の音楽の友社の、ですね、レコードアカデミー賞特別部門吹奏楽っていうのを受賞した CD になっております。まあ、ウィンドウに入ったのは私2004年なんですが、そこからやっぱり大きく変わったのって、やっぱ下野さんが就任されてからなんですよね。で、私がその一応首席奏者ってなったのも、その下野さんが就任されてから、2014年ぐらいに首席制度ができたので、まあそれからっていう感じで、まあそこからもう本当に激動の10年間でした。はい。では皆さん下の方に詳細載せますので、ぜひ聞いてみてください。はい。はい、ありがとうございます。それではですね、楽器、マウスピースを見せていただけますでしょうか。はい。楽器をですね、はい。12月に変えたばっかりで、ほう。
本当に。じゃーん。見えました。見えました。はい、シルキーですね。はい。はい。それは何かきっかけがあったんですか、シルキーにする。もともとヤマハのウィーンモデルを使っていたんですけど、やっぱり吹奏楽をやるときに、まあもう少し上、もうこうパリッと音が鳴るものと、まああとはものすごくまあ繊細なことも要求されたりするので、まあそういうのに対応できる楽器何かないかなって思って探していったときに、まあたまたまでもないですね。私もともと、コルネットの方、シルキーを使っておりまして、今、あるんです。これ、シルキーのコルネットです。ここに書いてある。ここに書いてあるかわかりませんが、シルキーのコルネットです。はい。で、これを、まあ、吹き始めてから、まあ、このコルネットの音がいいねって言われることがものすごく増えて、まあ、それなんだったらじゃあ米管もあわよくばいい感じにならないかなと思いまして、で、こっちの米管もちょっと変えてみた次第でございます。で、あとはまあ持ち帰るときに、やっぱり同じメーカー同士だと楽かなっていうのもあって、シルキーに行ってみました。うん、それは、おさむさんと、はい、高さんのモデルです、ね。はい。なんかここに、SD。ほう。ほうって書いてある。見えない。はい、書いてあるはずです。はい、書いてあるはずです。はい。はい、あとは、まあ、定番は、バックの普通のやつです、うん、ゴムがついてます、うん、でそれもそのうちにそのうち S 社に変わる感じですかね。そのうち変わるかもしれません。1000、はい、239なんですね。9です。はい、なんかちょっとどうでもいい話かもしれないんですが、はい、このコルネットを買ったときに、まあ、もともと私コルネット、ヤマハの安いコルネットを使っていて、まあでもそれでやっぱりこう仕事をどうしても多いのでコルネット使う機会がやっていて、ちょっと限界を感じましてですね。で、まあちょっとヤマハのいいやつを買おうと思って、東京へ買いに行ったんですね。買いに行ったんですが、なんかこうピンとくるものがなくて、ね、どうしようどうしようって悩んで、新大久保でランチをしていたんですね、悩みながら、うん、そしたらそのシルキーを取り扱っているグローバルの会社の名前を出していいんですかね、神田さんにたまたまそのランチしてるところでたまたま出くわして、でそれで話をしたら、じゃあうちに吹きに来ればいいじゃんって軽いノリで誘われて、で行って、そういったのがシルキーだったんですけど、まあグローバルにあったのがたまたま定管のコルネットで、うん、まあ、ものすごいこれいいけど、米管はないんですかって聞いたら、まあ今日本国内にはありませんって言われて、作ったらまあ半年ぐらいかかるって言われて、まあどうしようかなって悩んでた時にふと思い出したのが、ウィンドで、シカゴに行った時があったんですね。ミッドクリニックに招待されて、で、その公演でアメリカのシカゴに2017年に行ったんですけど、で、そのクリニックっていうのが、会場にいろんな楽器が試奏できるブースがあって、そこにやっぱりシルキーのブースが出ていて、で、そこでコルネットを試奏したら、ものすごく吹きやすくて、これ欲しいね、欲しいねって一緒に行ってた仲間と言ってたんですけど、まあ買えないしって、そのまま、その時はそのままだったんですけど、それをふと思い出して、シカゴで吹いてコルネットってまだありますかねって聞いてもらったら、あるよって言われて、
で、そのシカゴで指導したその楽器をそのまま手に入れることができました。それはなんかあれですね、運命ですね。そうなんです、もうなんか運命としか言いようがない出会いだった、うん、では勝って正解でした。ねえ、新大久保でランチしてよかったですね。そうなんです。してただけなのに。なるほど、素晴らしいです。はい、では僕も実はあのベイコルネットは最近シルキーになったんですよね。え、そうなんですか。はい、あんまり大きな声では言えませんけれども、もう電波通してますけどね。たまたま日本国内にあったんですか。まあ、これはちょっといろいろあるので、大人の事情がいろいろ。そうですね、はい、あります。はい、わかりました。はい、それでマウスピースの方も教えていただけますか。なのでマウスピースもシルキーに変えました。モットの2番です。あの2番ですね。はい、なるほど。いろいろちょっといじっております。はい、ちなみにシロトさんはそのコルネット、シルキーのコルネット使われるときはマウスピースってどうされてますか。マウスピースはもう全部僕ヤマハで作ってもらってるやつで、まあリムが全部同じな形になってるんですけども、まあや、まだあの楽器、まあベーコルってほとんど使わないので、うん、ね、デノはほとんどないんですけども、はい、ヤマハをつけてますので。すいません。ちょっと気になったんです。はい、そもそもね、マウスピースから皆さんどう連れてるんだろうって。はん、もともとあのマウスピースないじゃないですか、コルネットが。ああ、はいはいはい、うん、あ。シルキーのやつがないから皆さんどうしてるのかなって思ったんです。なるほど、なるほど、うんうんうん。そうですよね。うん、僕はヤマハです。はい。マウスピースはですね、うん。そのままヤマハのベーコルにつけてたものをそのまま。別にそれでも相性は悪くはない。あ、全然悪くないですよ。うん、いい感じです。正管の方のコルネットは僕トランペットシャンクなので。あ、じゃあもうそのままいけるんですね。ちょっと深くしてますけど。うん、あ、やっぱりちょっと違うのに改造されてるんですね。そうですね、改造してます。はい。すいません、僕の話をしてしまいました。ちょっと気になってたって。はい。それではですね、あ、ピッコロトランペットもありましたかね。ピッコロあるんですが、今ちょっとですね。あ、ですね。はい。あの、データは下の方に載せておきますので、ぜひご参考にしてみてください。はい。はい、それではたくさんお話を伺いましたので、次のお友達をご紹介いただけますでしょうか。はい。次のお友達なんですが、お友達かどうかちょっとよくわからないんですが、このバズっていいとも私、毎週欠かさず実は見ている。あ、ありがとうございます。はい、でして、あの、そんな番組に出させていただけるなんて、本当に光栄に思っております。で、その、今までその、放送されてきた中に、時々お名前が上がってきておりました。私のトランペットの師匠であります、白石実先生を紹介したいと思います。はい、ありがとうございます。そうですね、もう見ていただいていただきあって、そうなんですよ、ちょろちょろと名前が出ておりましたので、はい、僕もいつかお話が伺えるかなと思っていたので、とても嬉しいです。白石先生、電話してみます。はい、緊張しますね。寝てないといいんですが。はい、もしもし。あ、もしもし、白津です、はい。ご無沙汰しております。はい。はい、あ、すいません、突然お電話をしまして。ええ。あ、今ですね、僕が最近、YouTube の方で、トランペットの方々と対談をするという番組を知っておりまして、はい。その収録を今しているところなんですけれども、
広島ウィンドの三島さんと対談をしてたところで、三島さんのご紹介で白石先生という形で、お電話させていただきました。はい。今、つながっております。はい。どうも。白石先生。はいはい。こんばんは。はい、こんばんは。三島です。はい。三島さん。はい、お友達。え？久しぶりだね。そうですね。お電話でしか最近お話ししてないので。ああ。はい。はい。というわけで、次僕と対談をしていただきたいのですけれども、はい。決まり文句を言っていただきたいのですが、ご準備よろしいでしょうか。いいともでしたよ。あ、はい。はい、それ、はい、いただきたいので、一応振りだけやらせていただいてもよろしいでしょうか。はい。はい、では、白津大輔はバズっていいとも、次ゲスト来てくれるかな。はい、いいとも。ありがとうございます。それではまたご連絡させていただきます。はい、はい、失礼いたします。はい、失礼します。失礼します。はい、失礼します。はい、無事につながることができました。はい、それでは、白石先生につながったところでですね、最後にこのバズっていいともを見てくださる皆様に何かメッセージをいただけますでしょうか。はい、まあ、私はこの本州の一番端っこは、まあ、山口県ですか、そのお隣の、まあ、広島県で、まあ、こんな地方で、吹奏楽団、で、演奏活動をしております。まあ、やっぱりオーケストラと違って、まだ吹奏楽団っていうのは、その、オーケストラに比べると、やっぱりまだ、こう、演奏事情っていうのが、やはり中高生とか、その、吹奏楽をやってる人にしか、こう、対象がまだまだ、こう、そこにしか向いてないっていうのが、やはり現状なので、まあ、下野さんが就任されててから、こう、ずっとおっしゃってるのが、その吹奏楽っていうものをオーケストラと同じ、やはりこう芸術音楽としての、こう、位置づけにしていきたいと、まあずっとおっしゃっていて、まあそれはやっぱり私も、まあその、意見というか、その下野さんの考えと、まあ一緒で、この吹奏楽っていうのをもっと多くの人に知っていただきたいですし、まあそれをこの地方から発信するっていうのがなかなか難しいっていうのはよく分かっているんですね。難しいですし、やっぱり関西とか関東に比べると情報も全然少ないですし、プレイヤーの数も少ないですし、まあ、こんな地方でやってる、こう、私なんかがこう発信するっていう、まあ、まあおこがましいなと思う時もあるんですが、でもこういうことをやっている、まあ、音楽家もいるんだよ、こういうことをやってる団体もあるんだよっていうのを、まあ、いろんな方に知っていただけたらなっていうのは思っております。はい。なので、ちょっと地方の方にもちょっと目を向けていただきまして、ね、まあ、こんなコロナ禍ですが、演奏会も一応やっておりますし、頑張って活動して、これからも行きたいと思いますので、まあ、こういうプレイヤー、こういう団体があるんだなっていうのを頭の隅に入れていただいて、たまにはこう、ちょっと、聞きに行ってみようかなとか、動画見てみようかなって思っていただけたら幸いです。これからも、広島のことをどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。とてもね、力強いメッセージがこもった、メッセージを伺ったところでですね、白津大輔アワーバズっていいとも第57回目のゲストは広島ウィンドオーケストラ首席トランペット奏者の三島明子さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。広島ウィンドオーケストラ首席トランペット奏者の三島明子さんと対談させていただきました。ね、始まり方なかなか面白いお話でしたし、こうじゃんけんで負けてトランペットをこうやらされ続けてたところからこう腹をくくってっていうお話も面白かったですし、受験の話もとても面白かったなと思っております。それからまあオランダの留学の話ね、自分で頑張ってお金を貯めてその出会った友
ムさんの先生のところに習いに行ったお話だったりとかですね、その最後のメッセージの中にこうすごい力強いメッセージが込められてたなと思うんですけれども、まあ、地方とかも関係なくいろんなところでいろんなトランペットの方々が、仕事をされてるっていうのがこのマスティートも通して、お話できたんじゃないかなと思っております。さて、その三島さんのご紹介で、次は、元東京都交響楽団トランペット奏者で、今は広島文化学園の大学の方で教授をされております、白石稔先生と対談させていただきます。白石先生はね、このバズティートまでも、三島さんもおっしゃっておりましたが、何度かこう、名前が出てこられた方でもありますし、僕も何度か一緒に演奏させていただいておりますので、このバズっていいと思うとしてお話できるのがとても楽しみです。それでは次回もお楽しみに。